もうめっちゃ口が回らない。バランキジェロアルバタオ。通常日本語に現れる言葉じゃないですから、ね。バランキジェロアルバタオ。そうですね。この曲を選んだもう宿命みたいなものです。皆さんこんにちは。今日も浜倉ワールドラジオから楽しい楽しいフィットネスティップスをお送りします。6月お休みしましたので今回で3回目を迎えます。金子智恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今バックで流れている曲、この曲はバランキジェロアルバタオというサルサの曲になります。ちょっと聞いてみてください。もういかにもカリブの海を想像できる爽やかなサルサじゃないですか。いいですね。本当にトロピカルな雰囲気いっぱいです。いいでしょう、うん、もうなんか水着になって踊りたい気分ね。もうなんかホットになってきましたからね。日本もかなりね。そうですね、うん、今日はギラギラですからね。外がギラギラすごい。もうなんか30度超えてますね。超えてます。完璧に、うん、かなり暑いです、ね、で水着といえばね、はい、やっぱりこうね、はい、スタイルですよね。スタイルをやっぱり整えていかないとダメですよね。何しろ水着を着る自信を持った体型を作りましょう。はい、そうですね。そんなね、私たちのちょっと、こう、お尻が気になるとかね、もうちょっとヒップアップしたいとかっていう、願いを叶えてくれるのが、この、金子先生のフィットネスなんですよね。今日のテーマは、お尻です。お尻、はい、イェイ。このお尻ですが、お尻の筋肉を鍛えることで、いいことっていうのはいろいろあるんですね。単純に形をかっこよくするって、それだけじゃなくて、お尻のパワーをつけることで、まず歩くときの歩幅、あるいはお尻の筋肉をしっかりとつけることで床を押す力ができますから、それによって体幹の筋力にも影響が出ます。体幹の筋力に影響すると何がいいかというと、やっぱりダンスですよね。やっぱりね、たくさんこう踊りたいですよね。綺麗に踊りたいですよね。綺麗にかっこよく踊りたいなという方にはぜひお尻の筋肉を鍛えてもらいたい。楽しみですね。じゃあ今日は実際にやって見せていただけるんですよね。そうですよ。一緒にやっちゃいます。一緒にお願いします。はい、やりましょう。イエーイ。はい、ではエクササイズに入ります。はい、まずですね、スクワットから入りますね。今日は椅子を使った誰にでもできるスクワットからスタートしていきます。スクワットというとももを使う運動というイメージなんですが、お尻の筋肉も十分に使えます。そしてお腹、そして背中の筋肉をバランスよく使うことによって皆さんの体全体に働きかけてくれる、とてもお利口なエクササイズです。まず両方の足は肩幅に開いて、つま先の人差し指の方向と膝のお皿の方向を同じ方向にしてください。はい、足裏全体ちゃんと床に踏んでくださいね。両手を床に、床じゃない、椅子です。椅子の方にかけていただいたら、お尻を後ろの方に引いて、膝がつま先の後ろ側にあること、それから肩が膝の後ろ側にあることを確認しながらゆっくり立ち上がりましょう。股関節をちゃんと伸ばすこと、足の付け根がちゃんと伸びて、お尻のほっぺが真ん中にキュッと寄っていることがポイントです。これ繰り返していきますね。絶対息を止めないで息を吸って準備しましょう。はい、吐きながらダーン、吸ってアップ、吐いてダーン、吸ってアップ、あと2回いきましょうね。吐いてダーン、吸ってアップ。ちゃんと股関節伸びてますか？もう一回ね、膝かっくんなしよ。お尻のほっぺ締めて立つ、あと1回おまけ。はい、ダーン、はい、アップ、はい、ストップ。これで、はい、5回ほどやりましたけど、どうですか？すごい、なんかね、ここに効いてきましたね。お尻に効いてる感じあります。そうですか、よかった。意識をしていくとその筋肉すごく働きやすくなります。次ですが、もうちょっとチャレンジしたいというあなたには、片足スクワットしていきたいと思います。で、片方の足を軽くこうやって持ち上げていただいて、椅子に体重を乗せるような、ちょっと体を寄りかかるような感じでも構いませんので、ゆっくりと膝を曲げていきます。曲げられるところまでいいです。そこから立ち上がってください。しっかりと足の付け根伸ばしますね。あと2回いきますね。はい、もう一度いきましょう。はい、ダウン、アイアップ。じゃあ反対の足も行ってみましょう。いきますよ。はい、ダウン、アイアップ。
アイダウン、アップ、あと1回です。ちゃんと股関節伸ばしましょう。足の付け根を伸ばして立ちます。はい、足を下ろしてください。これをやっていくと右と左のお尻の力の違いがすごく感じられたりすることがあります。感じられます。なので右のお尻が強いとか左のお尻が強いとか自分で分かった時点でやっぱり弱い方はちょっと多めにやってあげるようにしてください。これ片方10回ぐらいで大丈夫です。はい、で次のエクササイズ入ってもいいですか。はい、やります。はい、ではですね、次は今と同じように足を開くんですがちょっと狭めです。自分の骨盤幅ぐらい、そこから前の足に体重を乗っけたまま後ろの足を少し斜め後方の方につま先をつけるようにして、膝の角度は90度を目安です。膝のつま先を越えないようにしてください。そこから立ち上がって戻します。反対側の足です。後ろ側にどうぞ。はい、ゆっくり立ち上がりましょう。これを交互に5セット行いましょうか。はい、アップします。反対側です。前の膝の位置、つま先を越えないように気をつけてくださいね。はい、後ろ戻す、斜め後ろにクロス、背骨を伸ばしてお腹がしっかりと引き上がっているかどうかを確認しながら動いてくださいね。これ背中丸まってしまうと効果半減です。はい、立ち上がりましょう。どうですか。いやー、なんかね、この辺全部効いてる気がします。効いてきますよね。ももの筋肉をもちろん使うんですが、しっかりと地面を押すようにしてお尻の筋肉に働かせていきましょう。次のエクササイズです。皆さんちょっと正面の方向いていただけますか。まず自分の体の横に椅子を置いた状態で、どちらの足を始めていただいても結構なんですが、じゃあ椅子側の足を軸足にしましょうか。でそのまま反対側の足を上に持ち上げるようにしていきます。ここで体重が手に乗ってしまわないようにします。ちょうど股関節の真正面に膝が来るようにすると軸足になっているお尻の筋肉に力が入っていきます。一度ゆっくりと下ろしてみてください。下ろすと軸足の方の力が抜けるの分かりますか。はい、じゃああと4回いきましょう。上げます、下ろします。はい、上げます、下ろします。あと2回です。ちょうど股関節から動くように、そして地面に足を踏み込んでいるこの軸足があるからこの足が上がる。はい、ゆっくり下ろします。このまま1回上で止めてもらえますか。そのままホールド、こうやっていくと軸足で押す、そして膝を持ち上げるこの感覚で軸足のお尻の方しっかり力が入ります。余裕があったらここで手を離します。バランスです。はい、5、4、3、2、1。はい、 OK です。結構これね、これを反対側も行っていくんですね。反対側も必ずやるんですね。そう、必ず左右対称にエクササイズをするようにしてください。はい、これはオフィスの休憩時間やリーはランチタイムなど自分で時間のある時にいつでもすることができます。なので時間が空いたらちょっとやってみようかなって、そんな感じで回数もそんなにたくさんできなくても大丈夫です。最初は少ない回数から少しずつ回数を増やしていきましょう。弱いなって思うサイドの方を少し多めにやってあげて左右の筋バランスを整えていくとよりグッドです。お尻の高さも右と左が違ってたら困りますね。これ両方とも均等な高さになれるように両方のお尻をちゃんと強化しましょう。頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい、やりましょう。やってみましょう。お尻がね、もうなんか鍛えられました。鍛えられました。うん、もう1回でね、1回っていうかね、この1セット？ 1 セットだけで。1セットでもかなり鍛えられましたよ、皆さん。もうぜひやってみていただきたいですね。もう椅子が1個あるだけで、うん、まあ、どんな体力レベルの方でもやっていただけるものなので、でね、うん、はい、自分の体をサポートしながらやってください。うん、ぜひもうね、先生に教えていただいたね、そのここは気をつけた方がいいよっていうところですね。そうです、うん。あそこはもう本当に注意としてですね、心に留めながら、でもぜひぜひ素敵なボディを作っていきたいと思います。はい、そしてダンスね、もう本当頑張っていきたいですよね。綺麗に踊りたいものです。そうです。床を押す力がお尻の筋肉にちょっと影響しますよね。そうするとダンスを使うするときに使う筋肉もそこちょっと共通点があるんですよ。なのでぜひその床を踏む感覚っていうのを掴んでいってください。うん、そうすると滑らかな体の動き方に先生のつながっていきます。踊れるんですね。ぜひ鍛えてもらいたいですね。お尻はね、絶対に鍛えた方がいいのよ。そうですね、本当だ。だんだん垂れてきますからね。そうよ、それもあるんだけど、うん、だんだん年を取るにつれて歩幅小さくなるじゃないですか。うん、ああ、歩幅小さくなるのはお尻の筋力弱ってますからね。あ、怖っ。そうすると測らないと。そうですよ。そうするとですね、だんだんこうバランス感覚が悪くなってくるんですよ。だからちょっとけつまずいただけでもかけたりとかってことが起こりやすいので、
最近じゃ結構こけてるなみたいな、そう何にもないところでこけてるなみたいな人とか、はい、なんか支えきれないとかそういう人がいたら、うん、ぜひお尻の筋肉を鍛えてください。まずはお尻の筋肉ってことですね。お尻もう体幹力と同時にお尻の筋力、もう本当体幹体幹みんな言うけど、でもお尻も大事です。見逃さないでください。そうですね、お尻本当大事ですね、はい、なんかスタイルとかだけじゃなくって、もう本当にもう日常生活でねお尻の筋肉使ってるんだなってことが実感できたね。ピッピッよかった。はい、ぜひ皆さんにやっていただきたいです。オフィスでもどこでもできますので、ぜひぜひやってみてくださいね。はい、このエクササイズはバランス力にも影響してきますので、もし最近本当にさっき言ったようにちょっとグラッときてなんかこけそうっていう人がいたら、お尻の筋力弱ってると思ってお尻のトレーニングは本当におすすめなので、あと10年後20年後の自分を見越してトレーニングをしてください。お願いします。はい、ぜひぜひやりましょう。バランキジェロ、先ほどから軽快な楽しいサルサの音楽がバックに流れているのを聞いていただいているんですが、これはもともとオリジナルサラバンダバンドのバランキジェロアルバタオというサルサの音楽になります。これはフルコというバンドがカバーしているバージョンになります。すごくノリがいい、ちょうど今日の外の青空のようにとても軽快なサルサです。ぜひ聴いてください。Pues sí sabe disfrutar de la rumba como nada.